こんにちは、クリッカートミーです。2本のパワードームでハイパフォーマンスを主張するメルセデス AMG E53、 全長 4950×全幅 1850×全高 1450mm のメルセデス AMG E53 フォーマティックプラスは、ノーマルの E クラスよりも全長が 20mm 長く、トレッドはフロントが 30mm ワイドで、リアは 5mm 狭くなっています。 ISG 搭載の同モデルは256型の直列6気筒エンジンを搭載し、以前お伝えしたように435馬力 520Nm というスペックに加えて、48V マイルドハイブリッドシステム、電動スーパーチャージャーの下級により、スムーズかつパワフルな走りを実現しています。トランスミッションはシフトスピードを大幅に短縮したという急速の AMG スピードシフト TCT と呼ぶデュアルクラッチトランスミッションが組み合わされています。外観はボンネットにある2本のパワードームがハイパフォーマンスモデルであることを主張し、 E53 専用の AMG スタイリングパッケージ、フロントスポイラー、サイド&リアスポイラー、 AMG トランクリッドスポイラーリップ、 AMG エグゾーストシステム、そして20インチ AMG5 ツインスポークアルミホイールを装備。黒を基調に赤のアクセントカラーが配された内装は、本革シートはもちろん、メタルウィーブインテリアトリム、ピアノラッカー調センタートリムなどによりレーシーな雰囲気が漂います。走りを支える装備としては、他にもエコ、コンフォート、スポーツ、スポーツプラス、レース、インディビジュアルから走行モードが選べる AMG ダイナミックセレクト、 AMG ライドコントロールスポーツサスペンションなどに加えて3ステージ ESP を搭載。こちらは安全性第一の ESP オン、一定のドリフトアングルを許容するESP スポーツハンドリング、サーキット走行向けの ESP オフが設定されています。安全装備はレーダーセーフティパッケージが標準になるほか、マルチビーム LED ヘッドライト、アダプティブハイスピードアシストプラスなどを標準化。試乗車のメルセデス AMG E53 フォーマティックプラスは1202万円という車両本体価格で、エクスクルーシブパッケージ50万6000円、ヒアシンスレッドのスペシャルメタリックペイント11万4000円が加算され、オプション込みは1264万円となります。